So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Captain Tsubasa Rise of New Champions. Nun, beim vierten Versuch, die Hanawa Mittelschule zu besiegen. Ein Vorhaben, was nicht gerade sehr mit sehr viel Erfolg gekrönt war in den letzten Part. Wir haben dreimal gekämpft und beim dritten Mal sind wir ins Elfmeterschießen gegangen und haben dabei verloren. Bloß war ein Schuss von uns, ja, nicht reinging. Naja, auf jeden Fall, back in action. Hoffentlich läuft es jetzt besser. Ja, hoffentlich läuft das jetzt mal besser. Drei Spiele im letzten Part. In der dritten Runde, oder war es die vierte doch? Keine Ahnung, hatten wir auf jeden Fall bei der letzten Runde ein Elfmeterschießen. Toll, jetzt läuft das wieder. Nicht schon wieder. シオタ君、ここからチャンスを作れるか。横をすり抜けた。このクロスは通るか。このセンタリングをものにできるか。高杉君、ダイレクトでパス。翼君、おはこのヒールリフトだ。パスを受けた。キスギ君、ここはパスに切り替えた。ここはパスを出した。敵陣へ攻め込みます。 相本君、センタリングを上げた。加藤君、センタリングに合わせる。この位置で攻守交代だ。加藤君、センタリングに合わせる。ゴールキックです。ロングパスだ。小田君、ロングボールを送る。素早くつなぎます。翼君、 シュート。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。おっと、コース交代だ。ミスフォスノーだ。カズオ君、ソーリーパスを受けます。さあ、カウンターだ。 パスを回す。敵陣へ攻め込みます。ドリブルで突破。小田君、ボールを狙うも届かない。Ach, was ich mich jetzt in Frage im Vergleich zum letzten Part. Ist es jetzt aus irgendeinem Grund so, dass der Spezialangriff noch nicht funktionierte? Okay, jetzt kommt er. ゴールポストに向かってジャンプ。これは立花兄弟得意のゴールポストを蹴り上がってゴールの遥か高みから攻撃を仕掛ける。トライアングルシュートだ。そうはいくか。何？これはうまい。石崎君、和夫君、 ポストが揺れてジャンプできない。ボールは森崎君ががっちりとキャッチ。
どうだ見たか俺様の空中サッカー破り。いいぞ石崎。ない頭でよく考えたな。まさにサルジエだ。なんたって俺は昔のオウンゴールの借りがあるからよ。くそ。Und weiter geht's, nächste Runde. Wie oft ich im letzten Part diesen blöden Schuss schon gesehen habe.サッカーの真髄、立花兄弟の想像を絶するすごい真空中技だ。見たか南葛、これがスカイラブハリケーンだ。よし、試合はこれからだ。ドリブルと見せかけてパス。翼くん、ここから打ってきた。吉倉くん、これはキャッチできない。パスを受けた。あとドリブルを見送る。さあ加藤くん、飛び越えた。早くも前半の半分が経過しましたが、試合の行方はまだまだ分かりません。止められない。加藤くん、飛んでかえった。これは反応しているぞ。あ、防いだ。パントキック、どこまで運べるか。南葛、この作戦指示が候補と思うか。小田くん、スライディングでカット。佐久くん、ワンタッチで送る。それドリブルで突破。そんなバカな。鈴木くん、シュート。吉倉くん、ゴールを守った。南葛、この作戦指示が候補とするか。ボールを奪った。パスを受けた。玉井くん、ボールを奪うことができません。すぐに豪快にシュート。これは見事にキャッチ。鋭いスライディング。翼くん、お箱のヒールリフトだ。渾身のシュート。吉倉くん、横に飛んだ。これはキャッチできない。武田君、これをトラップ。それ横をすり抜けた。相本君、連続突破で見せます。体ごとぶつかっていった。石崎君、ここはパスに切り替えた。佐々木君、ゴールを狙う。吉倉君、ゴールを守った。パスを受けた。玉井君、素早く横にかわす。小田くん、このスライディングが決まった。このタックルは不発の目を。パントキック、どこまで運べるか。得意のヒールリフトで抜いた。翼くん、シュート。この位置で攻守交代だ。シュート。吉倉くん、ボールはまだ生きている。こぼれ球をものにした。さあ相本君、パスを回す。かわして振り切った。加藤君、飛んでかわした。花はチーム全員での連携プレーにさらに磨きをかける。おいシャスです。横にかわして突破。南葛、これは戦い方を変えてきたようです。このクロスはどうか。Ich hasse dieses Spiel jetzt einfach. Ja klar, der geht natürlich rein. ここで作戦を変えてきました。鮮やかなジャンプ。相本くん、横にかわして突破。
岩見くん、ボールを奪った。ワンタッチで送る。キサレくん、ここは勝負を避けた。モラタくん、ここは抜かれず、カーブで振り切った。そら、よし、さらに、チャンスが決まった。ドリブルと見せかけてパス。コーダくん、ここは抜かせません。ジャンプ1番、かわしたな。ここはパスを出した。花はチーム全員での連携プレーにさらに磨きをかける。このタックルは不発に終わります。森崎くん、このシュートに反応している。森崎くん、ここで前半終了の笛だ。Okay, das ist mir jetzt langsam alles zu blöd hier. Das hat so keinen Sinn. Die Partie müssen wir jetzt einfach beenden und dann neu starten. Wenn ich schon 2 Tore hinten liege, habe ich beim besten Willen keine Chance, das Spiel zu gewinnen. Und diese langen Ladezeiten auch immer. Misaki のいない今、お前一人じゃ。俺たち二人は止められないぜ。確かに、Misaki君はいない。でも、今の俺には、チームのみんなが、大勢の仲間がいるんだ。パントキック、どこまで運べるか。このパスは通らない。鋭いスライディング、ここでスルーパス。激しいタックル、ここはパスに切り替えた。翼くん、ここからチャンスを作れるか。シュート。キスギくん、ゴール前に持ち込んだ。タックルに決めた。ドリブルを見送る。スライディングで止めた。ドリブルと見せかけてパス。キスギくん、ここから打って。おー、das ist doch jetzt nicht euer Ernst。パントキック、どこまで運べるか。シュートだ。ヨスクラ君、ボールはまだ生きている。で、hätte schießen können。dieser Idiot。ミニパスを送る。ジャンプ1番、かわした。チャンスが決まった。ドリブルでボールを運ぶ。カツくん、ここから打ってきた。ヨシクラくん、ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。翼くん、このパスをカットします。それ、なんと奪い返した。ドリブルと見せかけてパス。タキュー、ダイレクトでパス。カツくん、タックルを決めた。キスギくん、シュートを放った。ヨシクラ君、これはキャッチできない。ハナはチーム全員での連携プレーにさらに磨きをかける。相本君、連続突破で見せます。鋭いスライディング、ドリブルと見せかけてパス。タツ君、ここはパスに切り替えた。翼君、シュート。 Das ist doch nicht euer Ernst auf der Mittellinie。パントキックで大きく蹴り出した。このパスをカットします。ここから打ってきた。パスを出します。チャンスが決まった。横をすり抜けた。ドリブルと見せかけてパス。ここはパスを出す。キスギ君、シュート。ヨシクラ君、ボールはまだ生きている。守備陣の隙間を狙う。岩見君、ボールを狙うも届かない。Das ist unmöglich. Das ist unmöglich.
Zweimal ist dieser verdammte... Na bitte, geht doch! Der Torwart war jetzt so schwach gewesen. Ja, da konnte er überhaupt nichts mehr machen. Der Torwart hat jetzt auch noch nicht mal versucht gehabt, den zu blocken. これぞまさにアクロバットサッカーの真髄。立花兄弟の想像を絶するすごい真空中技だ。見たか、なんかつ。これがスカイラブハリケーンだ。よし、試合はこれからだ。Ja, toll. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Er hat... ここは好きにさせます。素早く横に返す。翼くん飛び越えた。鋭いスライディング。翼くん、パスを回す。翼くん、シュート。吉倉くん、これはキャッチできない。翼くん、ボールも蹴り出します。こぼれ球をものにした。 このスライディングが決まった。あっと奪い返した。三上君、ここはパスに切り替えた。シュートを放った。キスギ君、これをトラップ。キスギ君、ゴールを狙う。パントキックで大きく蹴り出した。翼君、ここで奪った。あっと奪い返した。ここ、ドリブルを見送る。 カズオ君、ここからチャンスを作れるか。翼君、これは南米式のドリブルだ。シュートだ。さあ、ボールを押さえた。ここはパスを出す。横をすり抜けた。ドリブルと見せかけてパス。カズ君、ゴールを狙う。行くぞ。 石崎君、ボールを奪うことができません。スライディングで止めた。翼君、ゴールを狙う。吉倉君、ゴールを守った。パントキック、どこまで運べるか。この位置でコース決めた。石崎君、シュート。パスを吉倉君、ゴールを守った。 南葛、ここで作戦を変えてきました。キスギ君、いい形でボールを奪った。ゴールを狙う。防いだ。翼君、いい形でボールを奪った。ボールダッシュ成功。岩見君、スライディングでキャット。翼君、シュート。吉倉君、ボールはまだ生きている。キスギ君、 Verdammt nochmal, 1:1. ここで前半終了のクーダー。橘兄弟のビッグプレーもあって、南葛中と花輪中、両者譲らず。
同点で試合は折り返しです。スカイラブハリケーンか、こりゃ厄介になってきたぜ。でもあのシュート、足には相当の衝撃があるだろう。だからそう何回もできないはずだ。おお、なるほど。とにかく俺たちは俺たち、相手に惑わされず自分たちのサッカーをすることだ。よし、行くぞ後半戦。カゾン、足は大丈夫か？あ、まだ大丈夫だ。何せこのシュートは足への負担がかなり来るからな。ああ、そう何度もこのシュートはできん。だけどあと30分、なんとか持たせてみせる。なあ兄ちゃん。もちろんだ。血の滲むような特訓で編み出したこのスカイラブハリケーンでこの試合必ず勝つぜ。大丸、後半の初っ端頼むぜ。オーケー。Okay, zweite Halbzeit. Es steht jetzt schon 1-1. Das ist schon mal eine große Verbesserung im Gegensatz zum letzten Part. Es hat aber jetzt nichts gebracht, da hinterher zu laufen. Ich sehe. Ich sehe, Kato! Und?俺は翼、一人でも高く飛ぶんだ。このままじゃ頭を。大丈夫か、マサオ。翼が俺をかばって。え、翼か、肩を。大丈夫、これくらい試合には。翼、一旦治療を受けてこい。ああ、そうしろ。審判、一度翼を外に。ああ、両チームが給水タイムを取っている間に応急処置を受けた翼くんがフィールドに復帰します。どうやら肩を脱臼していた模様ですが、本当に大丈夫なのでしょうか。翼、大丈夫か。うん、大丈夫。もうあの防ぎ方はできないけど、プレイはできるよ。さあ、残り時間、気合を入れていこう。翼、俺たちは手を抜かんぞ。ああ、それが勝負の掟だ。ああ、空中での激突だ。ボールを蹴り出した。これをなんとか抑えた。パントキックで大きく蹴り出した。高田君、このパスをカットします。花はチーム全員での連携プレーにさらに磨きをかける。相本君、シュートを放った。岩見君、ロングパスだ。木杉君、ボールを蹴り出します。滝君、ここでボールを受けます。あと、ドリブルを見送る。横向きで鋭く反応。吉倉君、これはキャッチできない。パスを受けた。さあ、ゴール前です。ここからシュートに持っていく。吉倉君、このシュートに反応している。Na endlich! Ja, wir sind wieder im Spiel. Longball を送る。このパスをトラップ。玉井君、パスを出します。ドリブルでボールを運ぶ。鮮やかなジャンプ。ぶつかっていった。キスギ、翼くん、パスを回す。そんな、キスギ君、
素早く横にかわす。敵陣へ攻め込みます。中村くん激しいタックル。南葛、この作戦指示が功を奏するか。中里くん、ボールを狙うも届かない。ドリブルでボールを運ぶ。横をすり抜けた。鋭いスライディング。南くん、ここは勝負を避けた。ドリブルと見せかけてパス。タシ、このパスは通らない。敵陣へ攻め込みます。ロス飛び越えた。小田くん、このスライディングが決まった。ロングボールを送る。中村くん、ここは抜かせません。 OK、jetzt erstmal am aus。 この位置からのスローイン。あと、ファッソン。こぼれ球を戻り込んだ。中里くん、ここで止めた。ここはパスに切り替えた。岩見くん、ロングパスだ。ワンタッチで送る。それよ、かわして振り切った。止められない。それよ、長野くん、それよ、シュートを放った。吉倉くん、これはキャッチできない。このまま守りを強い。ならばゴール前に持ち込んだ。長野くん、シュートを放った。パントキック、どこまで運べるか。シュートだ。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。長いパスが通った。時計はすでに後半の15分を過ぎています。激闘の決着が残すところわずか。ここから一気に攻め込みたいところ。マサオ君、ここから打ってきた。パントキックで大きく蹴り出した。なんか、これは戦い方を変えてきたようです。高杉君、ワンタッチで送る。あ、かわした。体ごとぶつかっていった。かわして振り切った。そら、塩田君、センターライン越えて攻め込む。高杉君、ここで止めた。なんか、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。杉君、ここから打ってきた。さあ、ボールを抑えた。翼君、たくさんのシュートでゴールを狙う。Das ist doch nicht euer Ernst. Er hat schon zweiten Mal, wo ich dieses Spiel jetzt hier schon gemacht hatte, den Pfosten getroffen. またダメだ。決まったと思ったのに。花はゴールキックで仕切りの。シーナバビソシアンビスンス。ロングボールを送る。長いパスが通った。ストーリーベデンクスザイン。マサオ君、ここはパスを出した。このタックルは完璧に終わりだ。小田君、スライディングでカット。キスギ君、ここはパスに切り替えた。長野君、ゴールを狙う。と、止めた。パントキック、どこまで運べるか。それよ、キスギ君、ワンタッチで送る。長野君、ゴールを狙う。吉倉君、これはキャッチできない。パスをもらったぞ。中村君、横にかわして突破。小野君、このボールをコントロール。鋭いスライディング。 OK、 wir müssen versuchen diesen Spielstand zu halten。 伊沢君、ボールを狙うも届かない。スローインからの再開です。長野君、ロングスローできた。ダイバル君、これをトラップ。おっと、攻守交代だ。高田君、ここは好きにさせません。伊沢君、スライディングでカット。長野君、シュートだ。吉倉君、ボールはまだ生きている。さあ、ボールを抑えた。キスギ君、ボール奪取成功。ゴールを狙う。パ
ントキックで大きく蹴り出した。次それヘッドでパスを送る。ここでパスカット。行くぞ佐藤君。それでかわした。連発突破で見せます。ジャンプ一番かわした。伊沢君スライディングでカット。滝君素早くつなぎます。あっと奪い返した。キスギ君シュートを放った。ここでパスカット。やドリブルでボールを運ぶ。はあ、チーム全員での連携プレーにさらに磨きをかける。それよ長野君ここはパスに切り替えた。シュートを放った。そうだよ吉倉君ゴールを守った。ビーズを張って翼君ここで止めた。敵陣へ攻め込みました。Oh Gott, wieso blocken die nicht? Wieso? Panto Kick! Wo kann ich ihn bringen? Diese Position ist Kurzschlusszeit! Kisugi-kun, Schuss abgefeuert! Oh Gott, oh Gott! Hier ist endlich ja, Schlusspfiff, endlich! Ich muss erst mal trinken. Tachibana-Kyodai no Kuchu-Sakka wo motte stemo大空を飛ぶ翼くんには届きませんでした。Alter Schwede, insgesamt habe ich dann so über 90 Minuten gebraucht, um dieses Spiel zu beenden. Mann, was für eine schreckliche Leistung.Aber wir haben den akrobatischen Fußball ein Ende bereitet. Sensei, Tsubasa の状態は一応テーピングで肩を固めてある。だがどこかにぶつければまたすぐ関節が外れる心配がある。でもまあなるべく接触プレーを避ければ試合には出られる。そうですか。Okay, daran kann ich mich jetzt erinnern. Als nächstes spielt er, spielt Tsubasa gegen den Spieler namens Jito. Und der hatte ja ein extrem hartes Tackling drauf gehabt. Also wird er nicht ohne Verletzung im nächsten Spiel spielen können. Sensei, arigatou gozaimasu. Nani, Sakka ni kega wa tsukimon ja. Sore ni...チームの柱がいないんじゃ、史上初の V3 は無理じゃろ。Oder weil der neue Trainer Nenite ist? Da hebe ich mal die Hand. 肩は大丈夫か、翼。立花君。なんて言っていいのか。すまんな、俺のせいで。いや、これは不可抗力だから仕方ないよ。それより、わざわざありがとう。サル今日はナイスファイトだったぜ。猿だけ余計だ。俺たちの分も頑張ってくれよな。うん、任せとけって。必ず優勝してやるよ。Das will ich auch hoffen, dass wir gewinnen werden. あれ、あそこにいるのヒューガと松山じゃないか。本当だ。ヒューガ、なんで試合に出ないんだ。まさか怪我でもしてるのか。怪我なんかしてねえ。じゃあなんで。お前には関係のないことだ。関係なくはない。小学校の全国大会、宿舎の食堂でお前と喧嘩した時に俺は誓ったんだ。この借りは試合で返すってな。それがまだ果たせてない。昔のことを。とにかく俺たちは翼を倒し決勝でお前を倒すつもりでいるんだ。何があったか知らんが決勝には必ず出てこいよ。いや、wir haben wirklich ein paar ernstzunehmende Rivalen hier。なんだよヒューガ、今日も試合に出てないのか。石崎、いくら東方学園のゾーンに強敵がいないからって舐めてかかると思わぬ落とし穴があるぞ。ちゃんと決勝まで勝ち残れるんだろうな。
心配するな。決勝ではちゃんと相手をしてやるよ。じゃあ、ヒューガ君、怪我じゃないんだね。ああ。じゃあ、3年連続で南葛と東方で決勝戦をやろう。お前こそ決勝までには体調をベストにしてこい。じゃねえと潰しがいがねえからよ。じゃあな。Tja, bis dann. Hoffen wir auch mal, dass jetzt keine weitere... Okay, es kommt noch eine Sequenz, glaube ich. Hyuga-san! Wie ist das, Takeshi? Saki, Musashi-chuu-no Misugi-san ga kite, Hyuga-san ni dengon wo tanomareta ndes. Sore de... So ka. Nante itte da? Tsubasa-kun wo taoseru no wa kimi shika inai. Kesshou-sen wo tanoshimi ni shiteiru.だそうです。チッ、どいつもこいつもこんな俺にいらぬ心配などしやがった。あのヒューガさん、見てろ、必ず出てやる。そして必ず優勝してやる。Ja, Ehrgeiz hat auf jeden Fall. Aber die Meisterschaft wird er nicht gewinnen.So, was haben wir hier? Tsubasas erster Mannschaftskamerad, Ryo Ishizaki. Naja, das soll uns jetzt nicht kümmern. Ich bin auf jeden Fall jetzt froh, dass ich endlich nach über 90 Minuten insgesamt das Spiel gegen die akrobatischen Zwillinge und ihrem akrobatischen Fußball geschafft habe. Und als nächstes, ja, steht das Viertelfinale an der Reihe gegen die Hirado Mittelschule.Mit ihrem, naja, man könnte schon fast sagen, football-mäßigen Tackler. Er hat es sowieso auf Tsubasa auch abgesehen. Mit extrem harten Tacklings. Was natürlich aktuell nicht gerade sehr gut für Tsubasas rechte Schulter ist. Aber mal sehen, wie wir das, er sagt, im nächsten Part auf die Reihe kriegen. Wir haben auf jeden Fall, glaube ich, nicht irgendwelche unaufhaltsame Schüsse gehabt. Glaube ich jedenfalls nicht. Und somit sage ich dann jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal zum Spiel Nankatsu Mittelschule gegen die Hirado Mittelschule. Bis dann und ciao.